植えたライオンは身を投げ出して、カモシカに襲いかかるは、アンリ・ルソーの1905年の大きな絵である。前年の虎に襲われる石膏に続いて、植えたライオンは、1891年の絵、熱帯嵐の中の虎に対する一般の否定的な受け止められ方によって10年間、中断した後、ルソーがこのジャンルに復帰したことを印づける、2作目のジャングルの絵であった。 表題になっている、植えたライオンは、真紅色の夕日に照らされた、能力色の洋軍のジャングルの景色の中で、中心的な役割を演じている。前景では、ライオンが、カモシカの首に深く噛みついている。他の動物らが不快した場合の中に見える、右からは、ヒョウが見守り、中央では、フクロウがくちばしに肉片を加えたまま背景の中から、見つめており、 その左には2羽目の鳥がいて、左側には鋭い目つきをしたムオザルのような姿が潜んでいる。ルソーは中央の一組の動物をパリの国立自然史博物館のカモシカを貪り食うセネガルのライオンという白星のジオラマをもとにして描いた。ルソーのジャングルの絵の第一作、熱帯嵐の中の虎は絵画彫刻アカデミーに拒絶されたが、 しかし彼はそれを1891年のアンデパンダン展に出品することができた。高まりつつある名声にもかかわらず、ルソーは毎年のアンデパンダン展に出品し続けたが、しかし、植えたライオンは1905年、アンリ・マティス及びアンドレ・ドランの作品と共に、第3回のサロンド・オトンヌで初めて展示された。ルソーは絵に添える長めの副題あるいは説明文を書いた。 雑誌、L イラストレーションは、マティス、ドラン、セザンヌ及び、ビューヤールの作品とともに、1905年11月4日号に、この作品を掲載した。1905年のサロンドートンヌで展示された、アバンギャルドな諸作品は、美術批評家、ルイ・ボークセルによって、グランパレの同じ室で展示されていたルネサンスの彫像と、対象され、ドナテロ・エユー、ミリューデ・フォーブスの中に、 と非難された。ボークセルの表現は1905年10月17日付の日刊誌ギルブラスに掲載され、ここからフォービスムという用語は強烈な色彩の中に見せかけの単純さを有する展示された作品の方に用いられるようになった。ルソー自身はフォービスムの画家の数の中に入れられなかったけれども、フォービスムという用語自体はルソーの植えたライオンによって 直接、影響を受けたかもしれない。見かけの単純さにもかかわらず、ルソーのジャングルの絵は、青々と生い茂ったジャングルを捉えるために、緑色の多数の色合いを用いて、複数層で最新すぎるほど、組み上げられている。ルソーの作品は1910年の彼の死去まで、そして死後、批評からによって嘲笑され続けたが、しかし彼は、同時大臣の中に追随者を勝ち得た、パブロ・ピカソ、 アンリ・マティス、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックはいずれも彼の作品の賛美者であった。植えたライオンは今、バイエラー財団によって所有され、スイスのバーゼル近くのリーエンにあるそのギャラリーで展示されているが、1905年、パリのアンデ・パンダンで展示された。エントリー・イン・ザ・コレクション・オブ・ザ・ホンダシオン・ベイラー、リリーブ・ド・ニ・セプテンバー2009、ヘンリ・ルーソー、ジャングルズ・イン・パリ、 縦ギャラリー、3ノーベンバー2005から5フェブラリー2006、リリーブド2セプテンバー2009、スタンブル・イン・ザ・ジャングル、エイドリアン・サール、ザ・ガーディアン、1ノーベンバー2005、リリーブド2セプテンバー2009、A.B. チルバー、イアン、フォービザム、ザ・オックスフォード・ディクショナリー・オブ・アート、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。 E e e e、2 0 0 4 r e t r i e v e d f r o m e n o t e s c o m 2 s e p t e m b e 2 0 0 9ヘンリー・ルーソージャングルズ・イン・パリ・ルーム6タテギャラリー3ノーベンバー2 0 0 5から5フェブ b r a 2 0 0 6リリーブド2セプテンバー2 0 0 9ジョニー・エルダー・フィールドザ・ワイルド・ビーツ・フォービーザム・イッツ・アフィナティス1976ミュージアム・オブ・モダン・アート isbn 例から八七零七零六三八一 p 四十三スミスロバータヘンリルーソーイン・イマジナリージャングルズエーテリブルビューティーラークスザニューヨークタイムズ二千九年九月二日閲覧ヘンリルーソージャングルズインパリザハングリーライオンスローズイットセルフオンザアンテロープナショナルギャラリーオブアートワシントン dc 二千九年九月二日閲覧。 ありがとうございます。